オンジャス、どうも、サオでございます。週末のポケモンニュースのお時間です。1週間は早いな。すいません、今週日本投稿になってしまってということなんですが、まあ、今週はね、軽めのものから重めのものまでになるんですが、まあ、一部推測をね含みますので、そこら辺は注意してください。で、今回もね、リークの内容については扱いませんが、外用ね、概要については扱うので、まあ、そのもの自体が嫌な方はブラウザバックを推奨します。はい、今回も今週起こったニュースについてお話ししていきます。適当にね。それではまず ZA から。前回の情報から236日経過、一向に音沙汰なし、毎度定例になっているというのも定例になっているこちらの ZA の話題なんですが、236日が経ちましたね。まあ、ZA に関しての新情報といえば、毎週何かしらね、 ZA に関するなんか動画だったり、まあ考察記事だったりがね、上がっていたんですですが、今週パタリとなくなりました。まあ、ただね、まあ、この毎週ね、ポケモンニュースを見てくれてる人たちには、まあ、言っておきたいんですが、まあ、我々にはこの数字を積み重ねていくという楽しみがありますから、まあ、どうか ZA を忘れないであげてください。まあ、とは言いつつも、ZA が新情報がもはや積んでいるっていう説があります。次のニュースはリークにまつわるものなので注意してください。内容は言いません。ゲームフリークハッキング事件。考えてみれば不可解なことが多く、犯人の動機は何なんでしょうか。さあ、今回はゲームフリークリーク事件の内容ではなく、そのさらに奥のところに進んでいきたいんですが、まずこのゲームフリークのハッキング事件、情報が大量に漏洩されたと言われておりまして、現在出ている情報は先週から変わらず 4GB 分なんだそうです。実際に漏洩したとされているのは 1000GB、 1TB と言われています。まあ、この言われていますっていうのが結構キーなようで、まあ、前回ねハッキングされましたみたいなね報道が結構メディアであったと思うんですけど、まあ、今回のハッキングって結構噂とかガセも混じってるんですね。まあ、それこそこの不正アクセスで漏洩した情報の中に、まあ、ガチなものもあるんです。まあ、一部は混乱を生み出すための愉快犯的なところで、もう根も葉もない噂みたいなものを、公式の内部にあった文章だよねとか、まあ、例えば僕が、まあ、ピカチュウはうんこが臭いですみたいなね、内部設定がありますよっていうね文章を投稿して、これはガチのリークですみたいな言ってるようなものも混じってるんですね。だから現状ね、噂に過ぎないんですよ。ただ海外掲示板とか海外のディスコードのサーバーとかでは、まあ画像とか動画が飛び交っているらしいので、これはもう自分で見に行かなきゃあんまりアクセスできない内容なんですね。今回は1週間 X を見てみたんですけど、自衛なしで、まあ、そのでっかい大手のリークまとめるアカウントは僕ブロックしたんですけど、ミュートしたんですけど、まあ、それ以外でね流れてくることがあんまなかったんですよね。これ皆さんどうでしょうかっていうのも変ですけど、内容書かないでほしいんですが、割と1週間経ってなんかスンってしてるんですよね。まあ大きなところは漏れてしまってますけどね、まあ、この辺は出回ってるんですけど、あくまでこれ噂なんですよ。まあ僕も実際その中身については見てないから、まあ何とも言えない。まあ見たくもないんで、僕自分の動画作れなくなっちゃうんで、まあ結構謎な状況なんですよ。まあ、ここをちょっと理解していただいた上で、ゲームフリークさんの引用です。10月10日ゲームフリーク、不正アクセスによる個人情報漏洩に関するお知らせとお詫びっていうところで、まあ、個人情報等が漏洩したことが判明しましたって書いてあるんですけど、漏洩した内容が個人情報、従業員等に関する個人データで、件数が2606件、委託から従業員までって結構えぐいっすよね。でセキュリティの強化で再発防止に努めてまいります。まあ全然普通の文章ですね。ただ問題となるのが8月にって書いてあるんですよね。まあ、今回の漏洩って8月に実際に漏洩したっていうね公式から出ています。でこれが10日だったんで、まあ、前回のハッキング騒動が公になったのって、まあ、10月の13ぐらいかになるんで、まあおそらくこれの一部のことなんだと思います。まあ、なので一部ガチって話になるんですけど、じゃあ今回のハッキングって何が目的なのってお話になりません？まあ、これ現状の話ですよ。現状の話、まあ、角川みたいに、まあ、身の代金みたいなね、まあ、お金を払えば情報を公開しないでおいてやるよっていう状況ではないわけ。だからまず金目
的ではない。じゃあ何なのかって話。まあ一つの案として混乱させるため、まあ我々を含むねポケモンファン、ゲームフリーク、まあ株ポケ、ニンテンドーあたりを、まあ、ぐちゃぐちゃにして混乱させるため。まあこれはめちゃめちゃありそうですよねっていうところなんですが、いまいちソースはないです。まあで噂なんですが、おそらく抜かれてるのが ZA のプロト版ですね。 ZA のベータ版みたいなね試作品版が抜かれてるって言われてます。ただこの ZA の情報って一切今外に出ていないらしいんですよね。なんでなんだ。そう、ここからがめちゃめちゃキモい話なんですよ。おそらくこれ4ちゃん情報なんですが、温情のためらしいですね。だから ZA を待ち望んでいる、まあ、ZA の新作情報を楽しみに待っているユーザーがいるからこそ、 ZA の情報は出さないでおいてやるよ、だけど他の情報は出すよみたいな状態なんですよ。わけがわからない。どういう感情で聞いたらいいのみたいな話です。まあこれ噂ってされてるんですけど、まあほぼガチなんでしょうね。ってなるともう一つの線が出てきますよね。それが悪質なポケモンファンってところなんですよ。まあこの温情については一部メディアもね、まあ、報道してる内容をね、まあ、若干引用してるんですけど、好きな人の中身まで全て見たい的な犯行の可能性が今高いって今されてるんですよね。ヤンデレかよ。ヤンデレではねえよ。ヤンデレの本質ってバブミから来てて、いいから話し続けろ。はい、まあそんな感じになっています。そしてなぜ ZA の情報が出せないのかっていうところもあるんですが、まあレジェンズ ZA の情報って今出てないじゃないですか。出したら出すよって言ってるんですよ。そんなこと言わんといてよって話なんですが、まあ、つまりリークの情報は新情報が出たら出すよって言ってるらしいんですよね。は？さあ皆さんこれどう思うでしょうか。まあ、だいぶ気色悪いなっていう事件なんですが、まああくまでねこれちょっと本当に確かめようがないというか、確かめようはあるんでしょうがね、何とも言えないんで噂として聞いてください。一応この下りはあのポケモンメモさんがまとめてるんで一応概要欄に貼っておきます。ポケットモンスターワクワクお誕生日リニューアル、 ZA の発売日と関係があるのではないかと一部で話題に、まあ、そんなに話題になってないですが、まあ、まずポケモンセンターワクワクお誕生日リニューアルというところで、まあ、このブーケは据え置きなんですが、2024年11月1日ポケモンのプレゼントが新しくなるよというところで、まあ、つまり今年のシーズンが SV でワッカネズミがもらえるよっていうことですね。で受け取り方はお誕生日を証明する公的証明書と任天堂スイッチ本体。気になる点がですね、まあ、プレゼント期間なんですよ。11月1日から10月31日まで SV でワッカネズミが配られるということは、 ZA はやはり11月なのではないかというお話でございます、まあ、ですがね、まあ、勘のいいガキの皆さんはもうお気づきかも知れませんが、これって1年ごとのスケジュールなわけですよね。だからそこまで発売日とは関係ないんじゃないかっていうお話なんですが、レジェンズアルセウスの時に配布だったのがピンプクなんですけど、ソフトが変わると、まあ、その近い時期くらいに、まあ、確かに世代というかソフトが変わってはいますね。まあそこはまあ気にしすぎかなっていうところでもありますが、確実にねこの次のプレゼントは ZA になると思います、まあ、なんで11月には来るかなっていうところですよね。まあ現状は変わらず、突如色違いメロエッタ解禁、図鑑の完成難易度にもういいやという声も、ソフト図鑑を完成させて色違いのメロエッタを受け取ろうというねホームのキャンペーンが始まりました。パルデア北上ブルーベリー図鑑を完成させるとスマートフォン版の不思議な贈り物でメロエッタを受け取ることができます。まあ一見めちゃめちゃ神みたいなイベントですよね。まあこれにも結構不満の声が上がっております。まあパルデア図鑑、北上図鑑、ブルーベリー図鑑、まあ、僕も完成しているんですが、まあ、問題となる、問題ではないですけど、ホームでの図鑑を完成させなければいけません、まあ、過去世代から送ったポケモンとかではなくパルデア印がついてないとダメなわけですね。あれ受け取れねえじゃねえかよっていうことになるんですよね。もう一度パルデアで捕まえ直して図鑑を完成させていくっていう流れになります。まあホームのイベントなんで当たり前なんですけれども、不満というよりはめんどくせ、まあその分努力
力に見合ったものがもらえると考えたらいいのではないでしょうかっていうところと、ソフト版の図鑑埋めは終わったけどホームの図鑑埋めが終わってないよねみたいなイベントになって切り離して考えるのがいいかなって思います。で、肝心の僕なんですがめんどくせえです。さあ、クリスマスをテーマにしたポケモンハートウォーミングクリスマスがポケモンセンターに登場。さあ、グッズの紹介のコーナーです。まあこちらでございます。今年のクリスマスですね、まあこちら10月24日発売なんですけど、まあ毎回思うけどなんか早くない？なんかアパレルとかグッズ関係ってさ、季節もなんかめちゃめちゃ早く来るよね。まだハロウィン消化してねえよみたいな感じですけれども、まあなんか目玉となっているのがこのヌマクロのセーターらしいですね。タペストリーも可愛いですが、ぬいぐるみ、あ、公民のね、あ、いいじゃんこれ、コンピカチュウのいいな、これプレゼントのラッピングに使えるのめっちゃよくない？天才の発想だな。クリスマスセーターですね。サンタ帽、靴下、かわいい、かわいいな。はい、ヌマクロの後ろがねこれですね。一匹だけこっちを見ているっていうデザインになっていて、もう奇抜すぎるみたいなね。まあ海外ダサいセーター着ますからクリスマスでは、まあさすがにボーボボのセーターには勝てないというね派閥もいますね。はい、続きまして任天堂スイッチオンライン新機能が確定かっていうところでございます。はい、現在ですね任天堂スイッチオンラインプレイテストプログラムっていうものが、まあこれ前回のニュースで取り上げて10月15日に募集が終わってるんですが、まあ新しいサービスに関するテストを実施しますとだけ書かれていたんですが、じゃあ実際このサービスって何なのかっていうお話なんですが、海外の公式でですねこちらエキスパンションパックですね、この64とかアドバンスとかのねやつが実装されて3周年経ちましたよ、まあ来年に期待してくださいっていう文章が綴られているので、新しいサービスっていうものがおそらくこのエキスパンションパックのね、まあコンソール的なね過去作がプレイできるみたいなねっていうところのサービスなのかなっていうところで、さらに来年に期待って書かれているので、まあ、来年にゲームキューブあたりが実装されるんじゃねえかなとも言われておりますね。でもゲームキューブが実装されたとしてみんな何やりたいですか？まあ、僕だったらピクミン2やりたいんですけど、もうできるからねスイッチだったらね。でポケコロも Wii でやってるんで生放送とかでね、まあ、めっちゃやってたのがクリスタルクロニクル、ピクミン2、スマブラデラックスでしょ。まあ大体現行機でできるからな。まあデラックスはさておき、なんか大体リマスターされてますよね。さあ皆さんどうでしょうか。新コーナー、ポケカの初動を見よう。とその前に緊急の補足なんですが、今年のテラスタルパックが公式で先出しされまして、ブイズパックです。やばいっすね。はい、じゃあ戻ります。今週は超電ブレイカーがねポケカで登場したんで、まあ、ちょっとこの初動を見ようかなというところでスニーカーダンクさん見ていきます。まあ今回ねピカチュウ SR が出ちゃってますからねっていうところなんですけど、まあこれまあ初動ではないんですけど、もうすでにね初動見ようとか言っといてね。まあ今ピカチュウが2万か。まあでも破格だよな。破格っていうのは上の方でね、ポケモンの SAR で2万以上いくって最近ないからな。でサザンドラが8000、みかんのまなざしが5500で、ピカチュウ EX ウルトラレアが5500、夜の単価 UR が5500という、あ、5000円かっていうところですね。まあかなり初動下がってるな。やっぱ3万ぐらい、あ、2万6000ぐらいいってたのか初動で。まあ今2万に落ち着いていて、サザンドラも、まあ、1万1000か。まあそこそこだな。で、みかんはガッて下がってますね。まあ、ミローカラスも、現在4800円と。まあみたいな感じになってますね。まあ昔より価格も全然落ち着いてるんで、まあもう少し様子見てピカチュウ欲しい人はね、シングル買いしてみてもいいかなって思います。まあでもかなり下がると思うけどな、今回もな。ピカチュウは下がんねえのかな。なんとも言えないね。まあただまあボックス今どこでも買えるんでね、まあボックス向いてみてねチャレンジしてみるのもいいかもしれません。新コーナー、診断の初動を見ようでございました。それでは週末のポケモンニュースいかがだったでしょうか。まあなんか最初の方のニュースが衝撃的だった結果、なんか後ろがめちゃめちゃ平和に見えるみたいなニュースでしたね。楽しめましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。残念ですですが、さおなら。5世代出身できない前進、赤い顔面フェアリー勘弁、評価は一変、目指すはてっぺん、そして目指すは最前線。洞窟の王者、胃の中の竜は空を知る。
俺が支える殿堂入り。目が進化なくとも勝ち進む叶い走れなかった環境入り。弾持ち激凛全てを蹂躙。バカにした奴らへお尻ペンペン。